おはようございます。今日は春分の日ということでですね、何かね、やろうってわけじゃないんですけれどもですね、前々からですね、今このカメラ撮ってる私の愛するハニーさんがですね、瀬戸内海に浮かぶ一つの島がですねに行ったことあってですね、そこに行きたいなって言ってたんで、じゃあ行こうかと言って、なんかじゃあいつにしようと言って、ただね瀬戸内海に行くっていうのもあれだから、ちょっとその間道すがらね、まあガズレレが寄ってみたい、ちょっと会ってみたい人たちに会って、そんなね旅にしようかっていう話になって、じゃあいつにしようかってやった時に、たまたま本当に春分の日のなってたみたいで、なんかすごいなんか意味があるようなね感じがするかなと思うんですけど、そういうわけでですね、今日からジムニーの旅が始まります。今、長野県をですね高速道路で出ましてですね、まあ、名古屋の方に向かっている最中なんですけど、しばらくですねガズレレ YouTube チャンネルではですねガズ旅動画になるよということでございます。まず最初の挨拶としてこれをね、はい、今スタートしたばっかりで、まあ、家出てまたすぐなんですけどね、高速道路なんで、スタートのはスタートぞという挨拶なんですけど、まあ、ジムニーでのんびりと旅してね、まあ、瀬戸内海なんでフェリーのに乗ったりするんで、そういう様子もお届けできたらね、うん、面白いなと思ったり、まあ、いろんな人に会っていくんで、お楽しみにしておいてください。はい、そういうわけでですね、春のガズ旅、ジムニーで行くのんびり旅、行ってきます。スタート、イエーイ。あ、今ですね、名古屋に入ってきました。まずね、今回の旅の最初のね滞在先はいつも来てる名古屋ということなんですけれども、そこでですねちょっと皆様にご紹介したい方がいてですね、まあ、このガズレレ G ラボチームにとっては微妙にこうすごく助けになってる、助けてくれる、まあ、影の存在といいますか、すごい面白い男性なんですよ、西川さんという方でですね、ちょっとこれからその、西川さんのご自宅にお伺いさせていただいて、なんかねちょっと面白い対談動画とか、まあ、いろいろ、動画撮れたらいいと思ってですね、今向かってる最中なんでございます。それでは、行きますよ。今日の目的地に到着しました。今日はですね、ガズレレ G ラボでも大変お世話になって、僕個人的にもすごいお世話になってるですね、名古屋にある西川さんのお宅に来ました。お邪魔しますと、ここにもいらっしゃるんですけど、西川さんです。西川さん、どうも。今日のスペシャルゲストですけど、いやーすごいお家でございましてですね、ちょっとお邪魔するんですけど、ちょっとね後でもいろいろ他のも見せてもらおうと思うんですけど、今日は西川さんにいろいろインタビューしていきたいと思います。お楽しみに。今はねお家の中に入れさせてもらってるんですけど、何これ、ちょっとこっちに来てください。え、この秘密のガレージは何事ですか。いやーすごい、すごい。 えこれ4ホンダの名車、すげえ。それは自分と同じ製造年あ、そうなんですか。製造年ですね、ガッツは違います。何年？1977年の、すごい、すごいね。へえ、もうすごい、これもいいな、ブコのピンストライプの。そうそうそう、はあ、これはなんたらこった店じゃん。これもかわいい、ちっちゃくて、その赤いのが上田社長の、あ、これがこれ、はい、Gラボ代表上田さんの、これモンキー、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ、かっちょいい。え、が何乗るの、これから、これから乗る予定らしいね。上田さんは聞いていたけれど、そうなんだ。これかわいいね、モンキーとかゴリラとか。これモンキー、それはモンキーですね。モンキー、ゴリラ、何これかわいい。このオレンジがもうやばいですね、ほんと。すごいね。というように西川さん謎の存在、ほらヘルメットもこれシンプルのかっこいいな、本当。なんか、あーすごい、やば、所さん、所さんのあそこのガレージに来てるみたいだな。へー、西川さんはそういうわけで車とかバイクがとんでもない詳しいというか、車屋さんですもんね。まあそうなんですよ。でしかも面白いことにサラリーマンをやりながら車屋さんやってるんですよ、ご自分で。意味わかんないですよ、副業どころじゃないですよね。副業、副業 OK なので、会社的には。会社の名前も言っていいんですか。
会社の名前はちょっと一応有名会社です。あのすごい世界的規模の会社ですよね。まあ、そうですね。一応車の部品を作ってる部類に入ってる会社の正社員さんで、結構ちっちゃい部品ですけど、世界シェアとしては多分そう結構、ね、僕の車にも入ってる部品です。そこのあのまああの、まあ、本部の方っていうかね、はい、でついこの間だって昨日か一昨日ドバイから帰ってきたんでしょ。そうですね。ドバイに出張とか。あの南アフリカ、ドバイ、日本で帰って。どんなすごい。いやすごい地球を駆け巡ってるんですけど、でそういうわけでですね、あのガズレレ G ラボのあの軽トラあったじゃないですか。軽トラ。この軽トラを、G ラボガズレレでね、これいいじゃんっていう時に、この西川さんにお願いして、いろいろメンテナンスとかいろいろ組み込んでもらったりとか、何を隠そう、僕があの最初に手に入れた、古い頃のジムニーもですね、西川さんのお手によってこう整備されて、僕のところに納車されたというね、そういうこともありつつですね、なんと、ちょっとウクレレもプレイするんですよ。これはもうスルーするわけにはいかないと言って。今回の春の旅にですね、まあ、無理言ってですね、あの、ゲストに出ていただいております、西川さん、今日よろしくお願いします。ということで、今日、今、バイクコーナーだけど、ちょっと後で車の方も見て、僕、車とかバイクがやっぱ好きなんでね、あの、なかなかテンションが上がることになってるんですけど、あの、やっぱ、昔のがいいんだよね。そうです。やっぱり僕もね、あの、そうなんです。やっぱ、古いものっていうのにね、あとね、あの、共通点があって、木が好きなんだよね、木が。やっぱ木で楽器を、この度ですね、あの、G ラボのウクレレで、あの、セミオーダーをですね、ご依頼いただいて、はい、で、すごいいいのがあるんですよ。それも後でちょっとご紹介させていただくんですけど、その木のこだわりもやっぱめちゃめちゃ詳しいし、やっぱあの、車が大好きな人あるあるですけどね、この運転席とかのある、このダッシュボードっていうのかな、ああいうところで木が使われたりするんですよね。ああいう質感とかね、たまらないんですよね。はい、なんでこの今訪れてるね、まあ、このここはまああの作業部屋だけど、あのお部屋の中のフローリングの感じとかってすごい、これ天井もさすごいよ、なんか、ね、天井はですね、もともとこれ築46、7年経って、リノベしたわけ、雨漏れがやっぱ心配なのでなるほど、でなるべく早期発見するために、うんうん、天井は一回抜いた、そう自分でこのお家の自分で直しちゃうんですよね、直せ、床張ったりとかなんかは、あこの床はそうですね、私も今そうかなって思っちゃった、そうそう、だから何でもかんでも直しちゃう、あの C あの上 G ラブの本拠地のあのオフィスの椅子も全部直しちゃったっていう、そうだそうだそうだ、いやだから機械いじりとかがねもう好きすぎちゃってもうそれを同行してるっていうような状況だと思うけど、まあすごいことになってますね、すごい、すごいな、何これ、なんかブレーキですね、それはこれまさにさ、道楽 TV って道楽、そうだね、塗ってなんか水戸道楽 TV って YouTube を俺たち見てですよね、あの旧車を買ってきてボロを、へえ、すごいな、面白い、かわいい、やっぱバイクもすごい熱ですね、うん、どっちが好きとかあるんですか、バイクと車、触るのはバイクの方が楽しいですけど、へえ、乗るのはやっぱ車ですから、ね、なるほど、へえ、やっぱバイクは暑いし寒いので、そっか、まあね、限られちゃいますもん ね、 そうだね、このサイズ感はいいですけどね、こう拭いたりする、うん、磨いたりする、そっかそっか、触りやすいってのがいいですよね、うん、エンジンを触るのが好きなんだもんな、確かに車大変だもんね、僕も車とかバイク大好きだけどそっちは全然分かんない、乗るのだけね、すごいな、いやでもバイクはね、まあ本当乗るのは気をつけてくださいね、はい、本当俺も、うん、そうだね、あの危ない、昔バイク乗っててかなり危ない目にあって、そうだね、かっこいいね、おもちゃ箱だこれは、ほんと、なんか一個一個のパーツが可愛いもんね、うん、でも元々じゃないね、みんな、あ、そういうこと、後で改造してつけてる、そうです、そういうことか、そうそう、へえ、これはほぼほぼオリジナルですけど、これはこのオレンジのは元々車体8万円で買ってきてから、うん、まあ、部品代だけで多分 40-50万はこのマフラーとかすごいことになってるもんなだからこれはかなり早いマフラーって、吉村これマフラー、あ、これなんだ、そうそう、吉村マフラーが
追いついております。へー、もう好きな人もたまらない世界なんだな。そうなんだ。エンジンの中に関しては、うん、ほぼそのホンダの部品以外の部品に組まれてる。どんなんだいや、中を開けるんだもんね。だからその工具箱を見てください。そう、工具箱これかっこいいよね。かっこいい。これちゃんと中に入ってるんだもんね。見た目だけじゃなくてすごいよね。へえ。だって70年代でもこの名探とかとか見てよ、これこの感じ。ほんとだね、かわいい。かっちょいいよね。これだけをなんかさ、部屋に飾りたいよね。確かに。へえ。これは男のロマンどころか。で、小手さんが見てもかわいいっつうのかな、ね、いや、かわいいかわいい。そうだね、確かに。へえ。ここにこれ4つニョキニョキ出てるの。これね、あ、これが、うん、早いわけだ。4っつってね。あ、そういうことの4なのね。はいはいはい。っていうことだよね、つまり。4キットっていうことですよね。へえ、面白い。なるほど。こっから出てるのがね。そう。面白い、確かにそうだよね。そうだよね、わざわざこの抜き出しにするために土台を作ってんだもんね。そうだよね。こだわり、こういうこだわりが確かに。はい、そういうわけで、西川さんが G ラボにオーダーしてくれたということで、まああのね、いつもね、あの G ラボでね、だいぶお世話になってるんで、もうかなりこれスペシャルバージョンだと思うんですけど、見ていきましょうか。でん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 。じゃが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 。わー、すごーい。なんかナチュラルっていうのは新鮮ですね。色が。これは、何の木、すごい木が、なんか美しい。何の木ですか、これ。こちら、トップはですね、ベトナムメイプル、ね。メイプル。いいですね。このね、白い感じがちょっと見てみましょう。あ、横も、すごい。これ、硬い木ですからね。いいですね。そして、このネック、見て。ネックがサルスベリー。さあ、何この模様。このトラメはね、もう半端じゃないです。でこのネックのところもね、このバインディングがウッドで入ってて、ここの赤いポジションマークとかね、このポジションマークも、これはね、あれだよね、ギブソンのヴィンテージモデルのやつをこうオマージュした、はい、形で、これ多分ね、Gラボ代表上田さんもこの同じ仕様のやつを持ってるんですよね。ヘッドもこのフリクション、フリクションペグがついてて、ちょっと弾いてみたいな。いいじゃないですか。ちっちゃい、なんとも言えないこのサウンドホールのこの穴がさ、すごいちっちゃいんだよね。だからここになんかこうこもったような独特の響きがありますね。リッチな響きというよりは本当にウクレレのなんていうのかな、こうコロコロという表現弾きやすいですね。相変わらず相変わらず自分で作って自分でも、でもね、僕のこういうのあんまり実は見たことないですよ。あのセミオーダーって皆さんオーダーしてくれて、はい、もうなるべく早く届けてみたいから、お客さんのとこに行っちゃうからね、僕のとこになかなか、かっこいい。いいですね。弾いてますか？弾いてますよ。たまに、そう。いいですね。いや、ここのガレージとかで弾いたら最高じゃないですか。西川さんはね、あの、お子さんもいらっしゃるんでね、お子様とセッションとかも。あれ、お子さんって触ってるんですか？触ってますね、うん、やっぱ興味あるね、やっぱり。鬼滅の刃の時に、あ、はい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 。ホムラ？ホムラ！あれを。リサさん。ね。あ、やっぱりそういうの、やっぱりあのアニメソングとかね。そうですね。まあでも。うん、好きなものじゃないとやっぱ弾かないじゃないですか。そうですよね。子供の歌って子供って別に好きじゃないからね。そうそうそう。そうそう。そうなんだよね。あの、そうだ。あの、今度子供の、子供で歌おうっていう本が出たんで、あの、ちょっと一個置いていきますんで、あの、ちょっと家族で楽しんでください。まあ、で、子供もさ、音楽って聴くもんだと思ってたら、ね、お父さんがいきなりウクレレ弾いとったら、やっぱり、なんかすごいよね。子供の頃にそういう経験があるときっといいと思うんですよね。だからね、ぜひ楽しんでいただければ。はい、でもちょっとこれね、子供がおもちゃに、何歳だっけ？10歳です。あ、10歳だったらね、もう大丈夫ですよ。ぜひ、あの、子供とこう、なんかこう、教えるっていうのもね、あれだけど、一緒にね、音楽を楽しむとか、やってください。ちょっとなんか、
C ぐらい弾いてくださいよ、せっかくですから、C ぐらいは弾けますけど、そうでしょ、もう、おお、すごい、あ、まさにその小村だな、それは。そうです、やっぱお父さん練習してんだよ、やっぱりそうそうそう、まあまあそういうことで、まあマイペースで、まあ、仕事に忙しいかもしれないけど、息抜きに、だってサラリーマンのお仕事、会社員もやれて、こういうこともやって、ね、副業で車屋さんとバイト屋さんもやってるんだから、なかなかすごい充実っぷりだと思うんですけどね、まあまあ、趣味大きい男は、こういう音楽をたしなむのも大事でしょうということで、はい、いや、すごいよかった。ちょっと車もちょっとなんか見れるもん、そうですね、見たいです、はい、ちょ車も見に行きましょうよ。ウクレレ見せてくれてありがとうございました。Gラボのセミオーダー、こういうのもオーダーできますよ。皆さん、よろしくお願いします。はい、これ、ただいま予約受付中ですからね、よろしく。じゃあ、車も見に行きましょう、皆さん。レッツゴー。うまそう。すごい。いいですか。ああ、はい。うわー、すごい。エンターテインメントだぞこれは。味噌煮込みうどん、この音をね、グツグツ、音がすげえやばい。これはめっちゃ食うのに時間かかるよ。これほんとだね。あ、来た来た、どんどん次々と。すごい、 ありがとうございます。へえ、わあ、すごい、すごい、これはね、やばいやつ。じゃあちょっと、なんかここまで食べたことない、ね、ないない、ここまでのは確かに俺子供の頃でも食べたことあるから。ほら、エプロンがちゃんとついてます。めちゃめちゃ美味しい。麺のコシが多いの、すごいです。私こういうレベルは食べたことないわ。味もね、イメージよりはだいぶ出汁というか、塩分はそんなになくて、すごい美味しい。美味しい。どうですか。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。うん、これはなかなか、この日本の麺のコシはやばいです。いただいてます。あっという間に食べております。もうどうですか、もう完食じゃん。完食しちゃったね。ちょっと食べようかな。小麦粉普段あんまり食べないんだけど、ね、あまりとうまさに本当に美味しい。ガズさんももう秒で食い終わっちゃいました。いや美味しかった。いや今いただいたんですけど、このうどん屋さん、ゴンベイさん、ゴンベイヤスさん、まあとんでもないうまさでしたね。もうびっくりした。知らないこの食文化ってすごいね。やっぱ土地のものを食べるのは素晴らしい。本当に美味しかった。美味しかった。いやー、感動した。また来よう。うん、そういうことで名古屋グルメお昼の辺でした。イエー、来ました。これは何ですか。これ車置き場、まあ、こちらはそうですね、駐車場で。見てください、この超かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ見てください、まあ、こちらが1987年モデルの 190E の 2.6リッター。 2.6 リッター。これは M103 エンジンっていって、直列6気筒の。6気筒なんですか。6気筒ですね。へえ。190の中では、まあ、一番排気量が大きいエンジンになります。ちょっとパワー持ってる系のやつですね。これこういうね時代の車ってすっごいいいですよね。特にドイツ。ちょっともうちょっと見てみます。で、まあ、こうやって置いていくと、うん、まあ、こういう風によく、ね、外人さんに売ってくるっていう、そうなんものを挟まれると。でもやれてますね。こういうのも全部変えるの？こういうのどうするの？この辺のやれは、うん、もういい、いいっていうか、やれをわざと、ね、うん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 、このねアルミホイルがかっこいいんだよな、ノーマルの。確かにかわいい。でこいつはこの後、あ、見た目ね、オートマをマニュアルに乗せ替える予定になってます。あ、マニュアルに乗せ替えるんだって。ちょっとこの運転席の中を見てください。この開いた、ああいうさ運転席のギアのところのウッドとかさ、このインパネの感じとか、80年代、あ、このね、この香り、これだ、この古い車のね、これ好きですか、この香り。ああ、好きです独特。これドイツ車ならではですよね、はい、これ BMW もこの香りするんですよ。初めて見たこういうの本物。へえ、かっこいい。よくね YouTube ではねいっぱい見るけどね、この布の感じっていうか、そう、このファブリックがめっちゃいいんですよね。そう、なんかすごい想像してた感じ。これね、僕もこの車に関しては形もいいし、サイズもねちっちゃくてね、憧れの一台ですね。これは肘置きもほら超可愛いよ、運転席の。確かに本当だ可愛い。なんか北欧だなこれはな。確かに色もさ、シートの色みんな可愛いよね、他の色もね。そうですね、可愛
いやこれ手で動かすのこれを。そうっす。すごい、見てこれ。これをこうやって動かすんだって。でもこの車パワーウィンドウだから当時としては高級車ですね、やっぱり。そうですね。日本入ってくるのはパワーウィンドウが標準でついてますけど。そうなんだ。平行で入ってきてるのだと。あら、ほら、ここの。これはかわいい。そういうね、今映ってるその、うん、この、こういう木材がやっぱかっこいいよねっていう話がよくなります。すげえかっこいい。いい青ですね、これも。これは仲いいね。この音、わかる。この音です。最高。これね、ちょっと反動になっちゃうんですよね。ドンってやんないと。後ろの方がいい音しますけど。そうなんですか。後ろの方が金庫みたいな。うわ、本当だ。全然違うね、音がね。やばいです。超どっちり来てる。ちょっと顔も見てみましょう。そうね、顔見たい。顔も。これこそ上手に映せるかな。すごいさ、この190って高級車っていう感じはしないのがいいんですよね、うん、この庶民の感じなんだけど、こうなんていうのかな、車してますよね。これ1個なんですね。私も今、あのワイパーかわいい。そうですね、ごついな、また戦車みたいな。これワイパー1本ですけど、拭き取りは、うん、当時世界一の拭き取りで。そうなんだ。これあの伸びるんですよ。あ、ワイパーが？この普通にこう書くとこういう風じゃないですか、うん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 、でここの部分が拭き取れないですよね、うん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 、なのでこいつはここまで来てからこう伸びるんですすごい、そんなすごい細かい、伸びて縮んでっていう。そんなすごいことなの、この人。ドイツ人のクオリティすごい、 すごいね、賢いね。当時からってことですよね。だってもうここのさ、太いのがさ、なんか今の車じゃちょっと考えられない、うん、へえ、渋い。190E はいいですね。80年代。これ90年代まであったんですか？92年まで。92年まで。93です。あ、あの世界初のリアがマルチリンクサスペンションなんで。よくわからないけどすごいですね。その後もみんなが真似して。あ、そういうことなんだ。今ではもうマルチリンクが当たり前だ。ちょっとじゃあ、ちょっとパンしてもらって、これも見てくださいよ。これもやばいやつですよ。これは。しかもこの2ドア。本当だ。2ドアっていうか3ドアっていうのこういうの。しかもこれオーバーフェンダーついてて、なんかこれ GTI です。 GTI っていうのはですね、ゴルフの中でもこの速いやつですよね。つまりこれはかっこいいよね。この四角い後ろのさ、リア、ちょっと後ろはリアのあれなんですよ。だから、うん、ちょっとそのおすすめポイントをさ、この平らなさ、この平面の感じとかね、かわいいね、獲得して。これもとても、あ、GTI、それか、そのロゴね。そしてこのさ、これこの雑誌がもう本当だ、ね、最高じゃないですか。この歴史を感じちゃう、かわいい、すごい。このサイズ感はいいな。もうこれをこれから、これタイヤとかさ、ほらパンクしてるけど、こういうのも全部直して、これどうなっちゃってるんですか。これはですね、まあもともとエンジンは乗ってたんですけど、うん、ちょっと前に来ていただくと分かるんですが、これ顔がない、エンジンが、あ、スカスカじゃん。エンジンルームはこのように、こんなのなかなか見れないよ。本当だ、ミトドラク TV 状態だ。そう、ミトドラク TV って、はい、エンジンなくなってます。これはどうしたんですか、どっか移植したの。これはですね、これあのもともとゴルフ2の GTI は 1.8 リッターなんですけど、はいはいはい、3の GTI が2リッターなんですよなのでその2リッターを積もうと思って、あー、エンジン外して待ってる状態ってこと。一応エンジンはもうあるんですよね。あるんですか。ちょっとそれをやる時間がないってことですね、はい、なかなか仕掛かり中で。いや聞きました、このオタッキーな感じ。あとこれ貴重ですよ、このこの車検証。へー、あー、そ、あ、そっか、国土交通省1月。これはもう手に入らないんで。あ、見て、ここ、こうやってやるんだって。私もこれ今壊れてるのかなと思った。そういうものなんだね。こうやって開けるらしいです。またこれも可愛いね。なんか。すごいよ。ちょっと待って。いやー。またこの色がなんかいいね。うん、あ、またこの匂いだ。そう、ドイツ。ドイツの車、アメ車もこういう匂いですか？アメ車は、また違う。違うんだ。やっぱドイツ車ってこういう匂いしますね。中は可愛いね。あ、でもなんか絵の匂いじゃないな、うん、女性でも大丈夫だ。可愛い。ツーローツのはやっぱりいいね、うん、へえ。これのカブリオレとかもかっこいいんだよな。まあ GTI じゃないけどね。
中のデザインが。ヴィンテージデザインだよね、やっぱり。かわいい。今の車にはちょっとない。そのストライプとかさ。このラインとかね。かわいい、もうこのさ。やっぱゴルフって、これ何年製ですか ?89 です。80年代。いや、同じ時代なんだね、じゃあ。そっちの19マット。いい形してるな。ほんと形がね、ツードア燃えるね、うん、うつかわいい、この四角い感じ、リアのね。そう、いやー、これもでもいい色だね。いい色、コーン、うん、ここで次の日もカットして、すごいね。とんでもない秘密基地に来ました。とんでもない秘密基地なんですかこれすごい、これこのまま入っていいですか。うわぁ、こっちの方が本物のやつだ。あれこれ、本当だ、すごい。これ、これなんだ、なんだ、違うバイク、 K 川崎 1300 KZ 1300、 さっき言ってたやつだ。このなんか、見てこの四角いの、かわいい。やっぱでかいな、かわいい。 1300cc 6気筒なんですよ、エンジンが。もう、俺のジムニーの倍。なるほどもともとやばい、そう、6気筒が好きで、CBX の線も6気筒で、すごい、どっちも乗ったんですけど、結局1300の方が自分のフィーリングには合ってて。これ乗ってどの辺まで行くの、名古屋から。あー、すごい、かなり遠くまで、まあ、どこまで、でもどこまで、でちょっとさ、このこっち回ってさ、前見てみる、もう四角いライトがこれやばいね。こう四角いのがやっぱりそうね、かっこいいな、このタンクと、ほら、みんなコンセプト四角い、そう、それね、かわいいなと思って。いやー、すごい、ほんとだね、かわいい。ウインカーも四角で、これプラモで作ったな、俺、子供の頃、うん、プラモデルで作った。綺麗だね、ピカピカやん。もうこの辺とかもうほとんど新しいのパーツは、ところどころ、はい。へえ、すごいな、いい色。エメラルドグリーン、濃い。メーターも超かわいいな。メーターかわいいよね。川崎か、こっちもまたホンダの、またこのヴィンテージだね、これ。これは時間足りないね。本当だね。どう見ても。こっちは丸いんだね。そうね。これだってもっと一番古いんじゃないの、これ。それは69年。だよね。69年だよ。だって。この感じはだってもう仮面ライダーの世界観だもんね。へぇー。すごいわ。渋い。この建具がまた渋いじゃないですか。そのガラスとか超いいよ。ここはもともと美容院。あ、なるほどね。こういうガラスってもう二度と手に入んないからね。そうだ、このガラスブロックとか。すごいんだよ、こういうのって。これもすごいんですよ。これ売れるよ。マジで外して、うん。売れる売れる。こういうのってね、今、今作ろうと思っても作れないらしい。うん、あ、昔の家の匂いがする。あ、ゴリラかわいい。モスグリーン。お邪魔します。わー、すごい、また。おい、でも、何これ、かわいい。これかっこいいでしょ。かっこいい。これ CB125 の。125なんだ。古いやつなんですけど。なんかでっかく見えるな。おすすめですね。いいね。サイズ感もなんかね。いい。バイクバージョンとかの辺ですけど。ああ、そうだね、これは。それでですね。今ちょっとすごいものを見せてもらおうと思って、とんでもない車がここにあるんですよ、皆さん。これなんだかわかりますか。これなんと空冷のポルシェでございます。今ちょっとカバーを外してくれるっていうんで、いやー、やばいです。見てください、これ。こういうのナローポルシェって言うんですよね。まあナローボディですね。ナローボディ。ターボじゃないのでナローボディです。ナローっていうのはこうつるんとしてるってことを言うわけですか。いわゆる。基本的にはまあ5ナンバーサイズのポルシェ、そういうことを言うわけですね。一般そういう括りなんだ。これ見てください。彼ら2ですよ。空冷、はい、空冷です。まあなんというこのスタイリッシュな。この車持ってるって何ですか、西川さん。本当。これはですね。やば。
超かっちょいい。まあちょっと一旦あの眠りに入ってもらって休眠してるわけですね。ほらここなんて可愛らしくテープで止まってんですよ。これがだんだん治っていくわけですから、これからね。そうだね、そうだね。そう、ここにエンジンがあるんですからね、ポルシェは。知ってますか、皆さん。そっか、ここにエンジンがあって、あの空気でエンジンを冷やすんです。空冷ですからね、水冷じゃない。この後ろの一応4人乗りなんですよね、これね、はい、だけどもう後ろの後部座席はもうハイパー開いた。すごい、初めて見る。すごい、ピンクがいますね、ピンクが。ああ、この車ってちょっとそこアップしてもらったら、もともとこのピンク色だったらしいです。すごい、白く塗ってるんだって。想像が。ポルシェってあの中はさ全然高級感がないってことで有名ですよね。ですね、うん、ただの本当機能しかないっていう、この5個メーターが横に並んでるのがポルシェの特徴らしいです。スポーツカーだからってこと。うん、まあもうすごいドイツ車の香りがもうどえらいします ね。このでも革のなんか感じはいやもう上等な革だよ、ね、これすごい、ね、すごいね。ちょっと僕も座ってみたい、うん、いいですか。はい、初めて乗るの？引くすごー。あ、なんかこれも不思議なルームミラーだな。あ、ほんとだ。ここになんか線がないんだもん。へー、やっぱりでもねえ、当然ながらあの僕のジムニーとそんな変わんないね、中は。あの広さは広さはですね。でもやっぱこのメーターの感じとかすごいな。すごい。こっからガソリン入れるんですか。そうです、ここにガソリンがあるんですよ、これで。へえ、今ねちょっと面白いものを発見したんで、まずこれをねちょっと引っ張ると何が起こるか、ここら辺に注目してください。じゃあ西川さんお願いします。はい、いきますよ。はい、3、2、1。はい、これなんと、これ燃料タンクなんですよ。かわいい。この開き方ちょっとやばいでしょ、ポルシェ。かわいすぎる。パイーンってなった。薄いのね。ね。こういうので今ね、あの話したのはこういうところは、ポルシェ走りに関係ないところは、まあまあこんな言うなんか軽量化というかね。だけどそのエンジンとかそういうね、ことに関してはすごいぞと。いやー、すごいな。勉強になります。この奥がここなんでね。あ、エンジン、あ、ガソリンタンクはここ？でエンジンが後ろにあるんだ、はい、でここがトランクなんですよ。そっか、ここに荷物が入るんだからね。顔かわいい、ね、顔がもうカエルさんですから。これは小学校の時に見て憧れた車だよ。これ何年製ですか。これ93年ですね。あ、90年代に入ってるんだね。それでも964の最終、964の最終だって。ほら、なぜかね、フェラーリもポルシェも馬が跳ねてるってね。かわいい。すごいなあ。このちっちゃさもまたね。やばい。それでこのさ、この後ろのタイヤのさ、ここのこういうところのラインがもうやばいかっこよさですよね。このこういうこの、ね、これがね、たまんないんですよ。そうだね。このこのね、したね、この板金技術が。うん、確かに。これがセクシーってやつでしょ。それがセクシーってやつですね。よく言われるね。このテールにかけてのね。うん。これはかっこいいな。なるほど。で、なんていうのかな、その、そう、今の、その、なんていうの、どうだみたいな感じがないのがいいんですよね、またね。もうサンルーフもついてるっていうのはなかなかですね。確かに。いやー、かわいいね。で、最後に、あの、このベンツが、かっこいいベンツがあるんですけど。これ僕が昔から大好きな E クラスのね W124 っていうやつですね。そうです。でこれこのね、この時代のベンツが好きっていう方すごい多いんですけど、僕もねこれ結構好きでね、あったんですよここに。で見てもらうと分かるけど、こうジャッキアップされててまだちょっと動く様子がないんですけど、これは、西川さんが手に入れられてまた直して友人に、うん、まあ、サブスク携帯で携帯乗っていただくと。この中とかすごい可愛いですから。あ、ちなみにこれが僕ちゃんのジムニーですからね、皆さん。はい、これ見てください。これ開くのかな。開いた。これさっき撮ってないのか。撮ってない、撮ってない。そっか、なんかもう何ちょっとこっちの方がさっきの 190E に比べるとちょっと高級なんですよ。確かにこういうとこがね。そうそうそう。で、同じような時代でしょ。同じです、ね、同じ時代なんだけど、こっちの方がやっぱりね、車の高級度は上なんですよね。あと、あれだ、この座るところもね、そうそうそう、革だもんね。ほんで、あの真ん中にあるところはさ、ちょっと僕乗るよ。乗っても大丈夫？はい。
これがさ、見て、こうスライドする、こっちを押すってこうこうこう、これは蛇腹っちゅうなっててね、これ押すんだ、へえ、物入れになってて、まあでもこのインパネはこうやっぱ割れちゃうんだね、こういうのはね、ここのウッドがかわいいっていう、このメーターの感じ、これも80年代 ?87 年ですね、こいつは。で今このメーターのちょっとトリップが滑って動かない不具合と、うんうんうん、あとはこのウインカーとワイパーレバーがちょっとクタクタなので、これをちょっと新品に交換して、そっかハンドルが今ついてないの、ね、ついてない、そういうことか。はい。これこれ。へえ。革のシートがすごいいいね。ね、うん、いい革だねこれもすごく。なるほど。これちょいな。これをでもさ、まあ僕からしてみるとこれまあ一応かっこいいけど、これがさ綺麗に走るまでにしていくんだもんね、西川さんが。そうね、このカクッとする。それが楽しいんだよ、でしょ。そう。だからそれこそやっぱり乗るのはもうゴールになっちゃって面白いけど、直すのが楽しいんだからさ。それある意味あれですね、人生哲学みたいなもんですね。完成しちゃったらさ面白くないんだもんだって。だからなんか音楽も同じですよ、それは。でもいいね、こういうもう一見くたばっちゃったようなのをまた復活させるわけだから、エコロジーですね。うん、すごい。そしてやっぱり時代が経ったからね、これがまたこのなんていうかな、いいムードがね醸されてるんだもんな。というわけで、はい、車の紹介させていただきまして、西川さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、ウクレレの紹介より車バイクの紹介がすごかったということで、それに紛れてですね、しれっと僕ちんのジムニーの最新状況をお伝えしますとですね、まずこれ見てください、ほらこのロゴにしたんです。前はね銀色のね、あの鈴木って書いてあったのを外して、このねなんか引き体のロゴをつけたり、まあ、ステッカーがさらに加わったりしてね、いたりするわけでございましてですね、こっちに来るとここにもつけちゃう、かわいいでしょ。まあ、これが今現在の、我が愛車ジムニーの姿なんですけど、この隣といる車と見てもらうと、この世界観の違いがすごくないですか。まあでもこのジムニーちゃんも可愛くてよく走ってくれるんでお気に入りです。最新ジムニー情報でした。